深く反省しております。この度は本当に申し訳ありませんでした。悔しい気持ちと情けない気持ちでいっぱいです。認識の甘さ、これに尽きるのではないかと思ってます。自分は一生背負っていくつもりであります。バスケを始めた時から将来は日本代表にあるんだという、夢を掲げていて、やっと掴んだチャンスをこのような形で日本の国旗に、泥を塗ってしまったことについて深くお詫び申し上げたいと思います。日本の国旗を背負ってアジア競技大会に出るという自覚がまず僕にはなかったのと、これからの人生でもしかしたら立て直せないかもしれませんが、まずこのようなことをになってしまったことに関して本当に深く反省しています。これからの日本男子バスケットボール部の発展を邪魔してしまった行動というふうに捉えていますし、それに対して私たちができることは誠心誠意責任を持って謝罪することだと思っています。どうも申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。